アラス。アラス、アラスは、フランス北部、オーイコールドイコール、フランス地域圏の都市、パイコールドイコールカレー圏の県庁所在地、かつてのアルトア地方に属す、l g v 北線が停車する。アラスは、ボーディモンの丘の上に、ケルト人である、アトレバス族によって建てられた。彼らは、定住地を、聖なる小立群を意味する、言葉ネメトン。 ネメトンにちなみ、ネメタクム、ネメタカムかネメトセナ、ネメタセナと名付けた。おそらく現在のアラスの場所にあったとされている。古代ローマ人は、定住地を後にアトレバトゥム、エイトラベイトムと改名し、重要な駐屯地のある町へしていった。町の住民たちが、キリスト教に改修したのは四世紀終わりであった。彼らを改修させたセイディオゲネスは、四百十年に、 町が野蛮な民族の攻撃を受けた際に殺害された。およそ130年後、聖、ベデスト、バスト、聖ファースト、聖、バーストともが町に教会と修道院共同体を創設した。それらは、カロリング町時代に無限に富を蓄えた、ベネディクト会派の聖場と修道院へと発展した。現代のアラスの町は、はじめは穀物市場として、 修道院周囲で成長したのである。9世紀に町も修道院もバイキングの襲撃で被害を受け、後にバイキングらはノルマンディ西部へ定住した。11世紀には修道院はその力強さを蘇らせ、カロリング町、オット・ワサ、イングランドの核芸術を統合するのに成功した中世、絵画発展に重要な役割を担った。 アラスの羊毛産業を通して街は確立された。1180年にフランス王から商業特権を授けられ国際的な銀行業と貿易業の重要地となった。14世紀より生地作りと羊毛産業で名声をなし相当な富を蓄えた。それは優れたタペストリーの生産で特に知られていた。英語でアラス、イタリア語でアラッチといえば タペストリー全般を意味していた。裕福な記事商人が、町が重要な文化中心地となるのを受け負った。詩人、ジャンボデルやトルバドゥールのアダンドラールなどは、アラスに自宅を持っていたしかし町の所有権は繰り返し争われ、アルトワ地方の残りと同様構想を繰り返した。中世の間、アラスの領有権は、多種多様な封権領主と報道の間を転々とした。フランドル博。 ブルゴーニュ公、スペインハプスブルク家、そしてフランス王家である。1435年に町は、アラス会議の地となり成バースト修道院で、フランス・イングランド・ブルゴーニュ間の儀が開かれた。この会議で百年戦争を終結させようと試みて、失敗し、ブルゴーニュは、イングランドとの同盟関係を吐き、代わりにフランスと和睦したのである。アラスの和役。1477年に、 ブルゴーニュコシャルル、大炭鉱が死ぬと、フランス王ルイ11世がアラスを管理下に置いたが、住民たちは、フランス王よりもブルゴーニュ公へ忠義を尽くしたので、追放された。これを流したルイ11世は、猛攻をかけ、アラスを獲得後、街壁を壊させ、住民を追放し、代わって、さらに王家に、忠実な、フランスの他の場所からやってきた人々と入れ替えた。 町のアイデンティティを完璧に高めたと述べ、ルイは短期間だけ町の名を、フランシズ、フランチャイズと改名した。1482年、アラスのアヤクが町で結ばれ、ルイ11世と神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世間の対立が終わった。10年後、町は、マクシミリアン1世へ活上され、スペインハプスブルク家の治めるネーデルラント17州。 後南ネーデルラントの一部として、譲るされた。アラス連合、オランダ、語で、アトレヒト同盟は1579年1月に、ネーデルラントのカトリック代表によって署名された。彼らカトリック派は、スペインハプスブルク家のフェリッペ2世に対し中に、持ち続けた。同じ月に、ネーデルラントのプロテスタント諸国が中心となり、ユトレヒト同盟が結成された。 第一次世界大戦中、アラスは前線近くにあり、1917年ので知られる長い軍事作戦の舞台となった。これは、死の地下にある中世のトンネルの一続きが決め手となり、ドイツ軍はトンネルの存在を落ちなかったイギリス軍がアラスを奪取することにつながった。しかし、死は壊滅的な被害を受け、戦後に再建を余儀なくされた。第二次世界大戦では、 1940年3月にナチスドイツのフランス侵攻を受け、1940年のアラスの戦いではイギリス軍の反撃の舞台となった。アラスはドイツ軍に占領され、アラスシタデルの中でレジスタンスと疑われた240人の人々が処刑された。6世紀、ランス大司教レミディウスがメロビング朝の王、クロビスの教師であった聖、バーストを アラス司教としたのに始まる。彼の後継者ドミニクスとベドゥルファスはどちらも聖人に劣勢られた。あと、アラスの司教座はカンブレーへ移されたが、193年より再びアラス単独の司教座となった。アラス司教座には二つの生物が伝わっている。聖なるマナは過酷な飢餓に見舞われていた371年に天から降ってきたと言われるものである。 聖なるろうそくは、1105年、薬病の流行を止めた聖母が、聖、ランベールへ与えたと言われるものである。1025年、キリスト教の秘跡を拒絶するマニ教に対抗するため、アラスで、公会議が開かれた。死の中心部は、三つの広い広場、大広場、グランドプレイス、英雄広場、プレイスで広す、小広場、ペチテプレイスに特徴を付けられる。 これらは建物に囲まれ、第一次世界大戦以前の姿に復元された。最も有名なのが、ゴシック様式のタウンホール、戦後、ほんのわずかグランディオーズ様式に再建されたと、アラス大聖堂である。アラス大聖堂の原型は、1030年から1396年に、かけ建設され、北、フランスで最も美しいゴシック様式の建築の一つであった。 この建物はフランス革命で破壊された。美術館や観光庁の建物を含め、アラスの有名な建築物の多くは旧セイバースト修道院のあった場所を占めている。修道院付属教会は打ち捨てられた後、1833年に流行だった古典様式で再建された。現在は町の大聖堂として使用されている。設計は 一時セバースト修道院の装飾であったこともあるローアン数基教、ルイルネードアールによって選ばれた。全く簡素であり、多数の直角の様相が使用されている。教会内は、彫像の優れたコレクションがあり、いくつかの生物が収められている。アラスにある二つの建築物がユネスコの世界遺産に登録されている。は、市のちょうど北に位置し、 第一次世界大戦中の戦闘で初めてカナダ軍が自軍を大戦に投入したビミリッチの戦いのあった場所にある。四つのカナダ軍部隊が1917年の復活祭の週末に戦ったのである。この記念墓地は大戦によりフランスで戦没または行方不明となったカナダ人兵士を追悼するため建てられた。1936年7月に 当時のイギリス王エドワード8世が除幕式に出席している。近郊の村アブランイコールサンイコールナザールに見えるノートルダムドロレット聖堂は同様にかつてフランスでも大きな第一次世界大戦戦没者墓地の一つだった。大戦でイギリス帝国とイギリス連邦軍の兵士らが掘った地下トンネルもは郊外にあるへ行けば見られる。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。